3月8日、水曜日に、ジェネレーションズが通算7枚目となるオリジナルアルバム、10をリリースする、10を表すこのタイトルは、2022年11月21日にデビュー10周年を迎えたジェネレーションズという意味を持つ。さらには、点、読みで、これまでの活動の、点、と、点、がつながって線になり、様々な出来事が交わって今がある、たくさんの事柄が掛け算していくという可能性を秘めたニュアンスもこもっている、映像。ジェネレーションズ24時間テレビ、初日リハに潜入。この10年よ、多彩な楽曲をリリースし、ドリーマーズの耳と目を存分に楽しませてきた彼らの新たなる挑戦となった、10。収録された全14曲は、明るくアップテンポな曲調から、しっとり聴かせるバラード、7人で歌い上げた曲、ライブの定番曲まで、バラエティ豊かなラインナップ。10周年からさらに加速する、今後の活動の弾みをつけるに違いない。アベマタイムスでは、リーダーの白濱亜嵐、佐津原龍と、中塚優太にインタビューを実施。アルバムの推し曲解説のほか、各人が思う10周年のこれまでとこれから、また最近のちょっとした面白トピックスまで、3人らしい饒舌トークを繰り広げてもらった。10年の歳月に、僕たちらしい、面白い10年、昨年でデビュー10周年を迎えられたジェネレーションズです。10年を振り返っての思い、これからさらなる飛躍に向けてどのような心持ちでいるのか、教えていただけますか？白濱、10年なんですよね。10年って、すごい長い年月だなと思っていたんですけれど、本当にあっという間でした。エグザイルに置き換えると、10年の時はスタジアムライブをやっていたんです。あの時のエグザイルの僕の感覚からすると、もう15年とか20年やっているようなイメージだったので、長いようで意外とまだ短いのかな、と思ったりしています。これを機に、いろいろなアーティストが10年目で何をやっていたんだろうなと調べたりもしたんです。調べるんですね。発見はありましたか？白濱、はい、面白くて。例えば、ビートルズだと8年で解散したりもしていますし、エグザイルだったらスタジアムライブで新メンバーが入って、もう2年経っていた時でした。それぞれのアーティストによって、当たり前に10年は違うんですけれど、ジェネレーションズは、山あり谷あり急カーブあり、一直線もあり、みたいな、笑。僕たちらしい、面白い10年だったなと思います。中塚さん、亜嵐くんの言った通り、自分たちで考えると10年はそんなに長くなかった感じです。昨日たまたま B。ファーストとチームと同じ仕事だったんですけど、話していたら B、ファーストはデビューして1年ちょっと、チームはまだ2ヶ月らしくて。そうやって聞くと10年ってめちゃくちゃ長いなって思いました。白濱、そうなんだよ、そう考えると長いよね。中塚さん、ジェネって結構やってんな、と感じました。やってきた感覚だと、すごいあっという間なんですけどね。それに、自分たちがやってきたことは今でも間違っていないと思っています。その時、その時に感じたことが今の活力になっていると思うので、そこはすごく自信がついてきました。改めて10周年でさらに自信をつけて、次の年だったり、さらなる未来のビジョンに向かって突っ走っていきたい思いでいっぱいです。